ボトルフリップカフェへようこそ。皆さんこんにちは。安全管理アドバイザーの深谷です。夏本番、ロボットの製作や練習に取り組んでいる頃だと思います。暑さで集中力が切れてくると事故や怪我が起こりやすくなります。十分注意して作業に取り組んでください。今回の競技の目玉は何といっても自動ロボットの導入です。ここでクエスチョンです。自動ロボットが暴走した際、どのようにしてロボットを止めますか？第2回 FAQ を読んだ人ならばもう分かりますよね。今回は非常停止スイッチについて見ていきたいと思います。ロボットの非常停止スイッチについては最低2箇所、例えばこちらとこちらのように対角線上にどの方向からでも押せるように配置してください。非常停止スイッチとは別に電源スイッチを設けるということ、つまり非常停止スイッチを使って電源をオンすることは認められません。注意してください。そして自動ロボットについてです。自動ロボットに関しては緊急時に非常停止ができるよう非常停止機能だけがついたコントローラーを用意することを競技委員会では強く推奨します。そしてこのような非常停止コントローラーを使わないチームは自動ロボットが暴走した時の挙動や止め方を十分練習して対策を練っておいてください。万が一の場合に備えて消火器を身近に用意していますでしょうか？一口に消火器といっても消火器にはいろいろな種類があります。ロボットの回路やバッテリーからの火災、いわゆる電火災にはこの CO2 型消火器の方が良いとされています。あ、火が出てる、消火器。二酸化炭素型消火器はこのような通常型のものに加えて、こうした小型の小さいものもあります。こうしたものでも初期消火の時には十分効果があるとされていますので、こういったものも用意しておくと便利です。バッテリーが万が一発火した時にはこのようなファイアブランケットをかぶせて空気を遮断し鎮火を試みましょう。そしてこのような耐火手袋を使い、素早くバッテリーを乗せて安全なところに運び出します。危ないです、避けてください。今回は非常停止スイッチと消火器について紹介をいたしました。ロボコンは安全第一です。ロボットの安全は皆さんが守らなければいけません。常に危険が伴うという意識のもと、安全に作業に当たってください。ではまたのお越しをお待ちしております。さようなら。